分けまして、体操の女王はルーマニアのシリバシュでしょうか、あるいはこのソビエトのボギンスカヤでしょうか。誰が勝っても初優勝です。西ドイツシュッツガルトで行われている世界体操選手権7日目、大会の花お目当ての女子個人総合を迎えています。従来のような団体の成績の持ち点はありません。これから行われる自由演技だけで優勝を争います。団体の成績の上位の1位から20位までの20人が美しさと技とスピードを競います。日本からはご覧のただ一人高校2年生の篠田美穂さんが出場します。期待しましょう。解説は加納弥生さんです。加納さん、はい、優勝候補は誰を挙げますか。そうですね、まあ一番確率が高いのがソビエトのボキンスカヤ選手、ルーマニアのシリバス選手でしょうね。はい、まあ、その他にもソビエト優勝しましたので、それの団体優勝の原動力となったストラゲワ選手、ラチノワ選手がもう挙げられますね。はい、さあこの上位の20人が5人ずつの4つの班に分かれまして、これから最初の種目が始まります。まず中国の韓石選手の最初の種目、跳馬から始まりました。ロンダートからの伸身の1回ひねりですね。勝ち点は10点満点の跳躍技です。はい、152センチ16歳のハンテキ、1カ国が3人までで、団体の規定10の合計戦の上位36人が出場。先ほどまで21位から36位までの16人の演技がすべて終わっていまして、残る上位20人が今争っております。1回ひねりから前方にです、ね、あ、落下しました。はい、今前方に1回ひねってから、これはチェコのポロコワです。はい、後ろに飛び堤防を飛び越して倒立するという技だったんですけれども、ちょっと伸縮の幅が足りませんで、ちょっと前に打ってしまいましたね。あ、緊張感というその精神的なものはどうなんでしょう。そうですね、個人戦ですからさほどはないと思いますけれども、やはりそれでも、はい、1種目目っていうのはやはりその試合がどういうふうにスタートするかということで、かなり緊張して始まっているのは事実ですね。これ2回落下がありました。トカチェフ良かったんですけれども、ちょっと遠すぎましたね。そして降りは後方抱え込みの2回宙返りでした。まあ、大きな落下が2回ありましたら、まあ、9点以上はまあちょっと望めませんね。このトカチェフで落下しました。日本の篠田さん、さて跳馬、中国の韓的、1回目は 9.90、 女子の個人総合の跳馬は2回跳躍ができます。いい方が得点になります。これも1本目と同じ飛び方ですね。ロンダートからの後方伸身宙返りの1回ひねり、1回目 9.90 でしたが、個人総合では1本目2本目両方とも同じもの飛んで、いいという規則になっておりますので、はい、まあ、2本目が1本目より高い点数が出れば、それがその人の得点になりますね。東ドイツのビールゴスです。平均台
飛んだ後から後方伸身宙返りで始まりました。16歳の高校生です。東ドイツの若手のホープです。去年の秋の中日カップにも日本に来ました。宙返りの連続ですね。素晴らしいですね。今年から難度が変わりまして、はい、今のようなアクロバット系以外に体操系と、まあ、私たち呼んで区別してるんですけれども、ターンですとかジャンプですとかそういうものの評価が高くなってますので、平均台でもそういう点ではぜひ見ていただきたい点ですね。それともう一つ、平均台では台に近い演技ということで、まあ、足の裏ですとか手の裏というのは非常につくこと多いんですけれども、それ以外の場所をプレーさせなきゃいけないという、そういう時が新しく増えてます。台の幅はわずか10センチです。フルターン、これ台のところに左から線が1本2本なんて引いてありますね。はい、それぞれの選手がフィニッシュですとか、はい、しますときに走っていくところの目印なんですね。東ドイツのベーベル・ビュールゴス、東ドイツの応援団も陣取ります。ここが宙返りの連続のところですね。最後にこれ後方の伸身の宙返りを持ってきましたが、はい、そして2回ひねりの折り技ですね、はい、先ほどの韓敵の跳馬は2回目に飛んだ 9.925 が彼女の得点になります。さあソビエト、オルガ・ストラゲは登場しました。モダンバレーを見るような一つ床を十分にお楽しみいただきましょう。ソビエトの選手はボギンスカヤ選手もそうですけれども、今年ルール改正ありまして構成を変えているということで動きの内容もほとんど変わってますので、ぜひファンの皆さんなんかはちょっと楽しみですね。はい、さあ最初のタンブリンは月面でした。団体の時の得点は 9.987。 リザ運動でもこういうターンですとかジャンプというのが非常に重要視されてきてますので、そういう点もご覧ください。この選手は前哨選手権優勝しているということですね、のでボギンスカヤ選手を、まあ、圧倒するぐらいの力を持っているかもしれませんね、はい、素晴らしいですね。ミリとそして最後が同じ形でまとめました ね、はい、やはり何か動きにストーリーがあるのかもしれませんね。そうですね、今年4月のソビエトカップ、そして9月の前哨選手権、ともにボギンスカヤを破って優勝しましたが、どちらかというと世界のビッグゲームではその精神的に弱いというね、はい、去年のソウルオリンピックでは残念なことに団体戦の平均台で落下の時に負傷してその後棄権してしまっているんですね、はい、雪辱を胸に。ストラゲはこの選手はアメリカサンディ・ウールジー、跳馬の1回目です。ロンダードから後方伸身宙返りの1回ひねりですか。そうですね、1回ひねりですね。まあ、空中での伸身ということですので膝が少し緩んでいるのが気になりますけれども、はい、まあ、大きな減点にはならないですけれども、やはりそういう点は直してほしいですね。ここですね、わずかに膝が緩んでいるんですね。なるほど、このウールジーは団体の時には 9.812 という得点。さあこの大会で非常に、人気を集めていますが、この中国のヨウハ146センチ16歳、楽
まず離れ技、ね、はい、イエーガー世代です。非常に高いですね。今年の、なんと改正でも離れ技はもう2つ3つが当たり前の時代ですので、そうですか、この離れ技がバーよりも低い場合はもう難度を勝ち取れると厳しくなっているんですね。ヨウハの最初の演技は段違い平行棒でした。そうですね、はいですね、もうバーを見てから掴みに行ってると、まあ、これだけの余裕があればもう平行棒はもうダイナミックに見えますね。にっこり笑って、さあアメリカウールジー、これから2回目です。1回目は 9.912。 同じ飛び方でしたが、ね、今回は決まりましたね、やはりもう大きな大会でして、それぞれ跳躍技はもうほとんど完成に近い状態ですので、はい、あとはもう着地ということですね。先ほど指摘されたその割れのわずかなというところは今回は、まあ、膝の曲がりなんですね、はい、まあ、今回も少しは見られるんですけれども、まあ、体の心身の状態には、まあ、さほどは影響してませんけれども、まあ、必ずしもいいとは言い切れないところですよ。さあこの人もソビエトの、まあ、エースのうちの一角と、3人のうちの1人と申し上げます、ナタリア・ラシェノワ。ソウルオリンピックは個人総合5位でした。ここが見せ場なんですね。あの片足で着台をする選手が多い中で、思い切って両足で踏み切って両足着台する、もうほとんど頭の位置が肩の位置に来るぐらい宙返りが浮いてるんですよ。非常にこうあのソビエト選手の中ではパワフルな感じですね。そうですね、はい、もうそれだけに足腰にはもう定評がありますから、折り技ももしかしたらミニタルトを見せてくれるかもしれませんよ。もう一つ西の中台ですね。ここまでのところほとんどミスありません。ここからがスイングスです。さあどうでしょうか、月面宙返り、はい、素晴らしいですね。しかも後転跳びを2回連続からやってくれるんですから、はい、普通ですとロンダートの一つの技からやりますけれども、これ可能さ ね、はい、床ですと月面ムーンサルトはあのフロアですが、これ、はい、10センチの幅の上で両足踏み切りですね。まあ、空中で回ってますから着地するときは、まあ、10センチの上ではありませんけれどもね、はい、それまでの過程10センチの上でやってるとは思いませんね。さあ出てきました、優勝候補の一角、ルーマニアのダニエラ・シルバシュ、月面です、はい、しかもムンサルトも先歩宙返りで1つ宙返りを入れてやってきてますから、もうそれだけでも十分ですね。あのソウルオリンピックではシュシュノワに最終種目で逆転されて 0.025 差、ポロポロとあの流れる涙を拭おうともせず悔しがったこのシリバシ、2回ひねりから前方宙返りで往復で2回ですね、まあ、ご覧の通り去年のソウルオリンピックの時からもガラリとイメージが変わるぐらいお姉さんになりましたね。本当そうですね、はい、もう19歳ですね。ルーマニア国内で非常に人気のあるヒットソングのメドレーでアレンジしています。ここからが変わるんですね、イメージが。まあ、振り付けもこのように観客も一体となって楽しめるようになっているというところが、まあ、ルーマニアらしいところで、もう肉らしいというぐらいに演出されてますね。最後はダブル宙返りで決めました、ね、わずかに後ろにちょっと体が流れているのが、まあ、減点対象になりますけれども、
まあ、9.9 以上は高いんではないんでしょうかね。団体では10点満点出してますよ。そうですね、あの時は本当に完璧でしたね、まあ、今回最後のあの着地の流れがどれだけ引かれるかによるんですけれども、それ以外のミスというのはもうほとんどありませんね。まあ、スローで見ますと前方宙返りの足の開きですとか、はい、そういうのはありますけれども、もうこの段階で言えば、まあ、ほとんど完璧に近い状態ですね。ソウルオリンピックでこのゆかで金、今年のヨーロッパ選手権も金メダル、87年ロッテルダムの世界選手権も金メダル、最も得意とするシーバシのゆかでした。先ほどストラゲワのゆかは 9.962、 カナダのドーイングです。同じですね、ロンバートからの双方の新進中返り近い風です。もうロンダート系の技はもうほとんどこの飛び方になってますね。体を伸ばして1回、あるいはこれからソビエトの選手、あるいはルーマニアの選手、これにもう1回ぐらいひねりを加えてくるかもしれませんね、はい、さあ日本の篠田美穂、最初の種目の段違い平行棒に登場してきました。さあここからが見せ場の一つですよ。まずトカチェフ、はい、成功ですね。ひれ戻って下側で倒立、ここからもう一つ離れ技を持ってます。イエーガー宙返り決まりました、はい、さあここからはもうあとフィニッシュだけですね。車輪から屈伸ダブル、まあ、わずかに後ろに一歩ですけど、まあ、大きな期待をしなければかなりいい点数が期待できますので頑張ってほしいですね。今のは日本の女子のジュニアの選手たちでしょうか。あ、代表の今回のメンバーの選手の顔も見えましたね、はい、もう今回はもう応援に回ってますね。ローイングの2本目です。1回目は 9.862、 こちらの方がいいですか。そうですね、やはりもう着地が決まるのと決まらないのでは印象が全然違いますね。中国は陳水星です。147センチ、中国のエースです。86年のソウルアジア大会のチャンピオン。まあ、中国では若手と言いましても、もうこの選手ベテランの部分に入ってきましたね、はい、18歳ですがね、はい、まあ、体も一回り大きくなりまして少しお姉さんっぽくなってますね。中国は団体で3位、銅メダルを獲得しています。この選手はまあ一般的に床運動がに定評があるんですね、まあ、それだけに足腰強いですので、ジャンプですとかあの宙返り系の高さはどのぐらい上がるかということで、ぜひ見ていただきたいですね。あ、今の面白い技ですね。今回新しく申請されたそうなんですけれども、抱え込みの宙返りから体を伸ばして、はい、手で平均台で体を受けてローリングといいますか、足を開いて台に近い演技に続けるという難しい技ですね。さあここからフィニッシュ、高いですね。やはり最後の2回宙返り高さがありますよ。それとやはり膝を閉じて回っているということはこの選手のいいところですね。ここですね、新しいところですね。先ほどのシリバシのゆかは 9.975、 そして日本の篠田段違い平行棒 9.737 でした。ハンガリーのオノリー選手ですね、はい、この選手も小柄なんですね。134センチで体重はなんと31キロという15歳、はい、今回世界選手権初めてなんですけれども、ヨーロッパ選手権、あ、ヨーロッパのジュニアの選手権ではかなり注目されて、ハンガリーでのエースですね。もうそうですね、今年5月のヨーロッパ選手権で5位、去年のジュニアのヨーロッパでは8位でしたが、非常に身長著しいものがあります。
何回ですか？3回ひねりましたか、はい。まあ、入りの部分といいますか、1本目のタンブリングというのはシリバス選手と同じようにテンポ宙返りからムーンサルト、はい、で始まってますから、はい、なかなか内容的にも豊富ですよ。ここが2回ひねりですね。ここからすぐ前方宙返り、屈伸だ、はい、最後は屈伸ですね。非常にスピーディーでしたね。そうですね、難度的にはまあシリバス選手をちょっと上回るかもしれませんね。あ、ただやはりジュニアということで表現力にまあちょっと乏しいと言いますか、まあ、子供っぽさがまだ残ってるっていうのが女性らしさのエレガントさが、はい、そういう点ではちょっと欠けますから、まあ、高得点は期待できますけれども、そういう点ではまだ完成度にはちょっと足りませんね。アメリカのジョンソンです。これが1回目。これも1回ひねりですか？そうですね。ロンダートからの後方進出に1回ひねりですね。ブラディ・ジョンソン。ソウルオリンピックは個人総合10位。この跳馬で5位に種目別で入っていますが、得意にしている跳馬です。今度はフランスのメルメです。フランスからただ一人個人総合に残ってきました。前方車輪ですね。ちょっと流れが違いましたね、はい、イエーガー宙返り、まあ、最近後方車輪だけでなく前方に回る車輪も増えてきたんですね、まあ、後方車輪よりも前方車輪の方が、まあ、一応難度は少し高くなるようですけれど、2回宙返り寄りでした、まあ、フランスは団体は13位だったんですが、このフランスチームのエースのカリン・メルメ、ジョンソンのこれから2回目、1回目は 9.900、 表示番号違いますから、はい、屈伸のケールボトムですね。あ、変えてきましたね、はい、1回目 9.900 で、はい、今度は屈伸のクエルボに変えてきたという、この、はい、まあ、狙いというのは何でしょうか。あ、そうですね、前方系の評価が高くなってますので、まあ、ロンダート系がそれだけ、まあ、ちょっとランクが落ちたということで、まあ、ちょっと挑戦してみたというところでしょうか。今度も同じくアメリカのウェンディ・ブルース、このような肩倒立での変化の技が増えてきましたね、まあ、これで台に近い演技というそういう要求の難度はもう完了です。前方宙返りですね。なかなか前方宙返りというのも着地の先取りが難しいですので非常に高級難度になっています。平均台は制限の時間が1分10秒から1分30秒です。決まりましたね、はい、高点跳び連続から後方進出宙返りですね、まあ、制限時間決まってるんですけれども、その中にいくつかこういうものをしなければいけないという決まりがあります。今のようなジャンプですとか宙返りというのももちろん入れなければいけないというふうになってますね。さあ、ここからフィニッシュ、抱え込みダブルで着地はピタッ。そうですね、やはり着地が決まると、まあ、全体がもう素晴らしい見てる方もなんかもう決まったというふうに言いたくなりますね、ルーマニアのボンタシですね。伸身のダブルを持ってきました、はい、まあ、体を伸ばして2回宙返りということです。抱え込み、屈伸と、その次に伸身と、そういう順序で難しくなってきますので、2回宙返りの中では最も難しい技という形になりますね。今年5月のブリュッセルで行われたヨーロッパ選手権は9位。
この人連続でシリーズ見せてくれるんですよね。ちょっと切れてしまいましたがね、でもムーンサルトからつながってますからね。ここまで、はい、ここまでが一つの次、素晴らしいですね。ルーマニアの国旗をアレンジしまして、独特のこの白と黄色と赤とブルーのレオタードです。そうですね、でも個人戦ということでシリバス選手とちょっと形が違いますね。あ、ちょっと違いましたかね。そうですよ、違いましたね、はい。さあ、これが最後のシリーズになります。テンポ宙返りから2回宙返り、こういうところがすごいですね。最後に2回宙返りだけを持ってくる選手も多いんですけど、はい、それを宙返りからつなげてやるというところで、まあ、この選手も素晴らしい内容ですね。スピードに乗ってボンタッシュ、迎えたのはエースのシルバシでした、はい、やはりこの選手も日本の国際ジュニアという大会が大きい大会あるんですけど、それでデビューしたんですね、はい、それから、まあ、もうこの、まあ、この年でこの世界選手権出てきてますので、そうですね、若手のホープですね。15歳で、はい、サボーのね、抜けた穴を十分に補ってますもんね。やはり同じように女性らしい表現の仕方っていうのもこれから選手権ですね。出まして10点、10点満点が出ました。クリスティーナ・ボンタッシュ、この演技が10点満点。137センチの15歳、これで今大会10点満点は10個目ということになります。朝鮮民主主義人民共和国、北朝鮮のチェ・ジョンヒです。表示が4の91ということで、ロンバートからの候補の伸身の1回ひねりなんですけれども、ちょっと後半腰を取ってしまいましたので、まあ、伸身の姿勢不十分という減点が取られますね。さあ、ボギンスカヤが出てきました。ソビエト、エース候補者の1回ひねりですね。このコンビネーション素晴らしいですね。団体の時にはこの段違い平行棒で10点満点。これが見せ場ですね。そうですね、足裏知事からの倒立ですね。堀は決面、今回は挑戦してくれましたね、ムーンサルト、はいはい、団体の10の時は2回、ただのかかり込み2回宙返りで終わってしまったんですね。それでも実践出たんですよ、はい。まあ、今回それでも着地まで決まってますからどうでしょうね、まあ、ただちょっと気になるのは足のばらつきが気になるんですよ。ここですね、後半の宙返りで足を少し開いてしまうんですね。北朝鮮チェ・ジョンヒのこれから2回目、1回目は 9.875、 同じ飛び方に見えましたが、やはり屈伸に見えますね。そうですね、腰のちょっと角度が見られるのが残念ですね。ここまでは、そうなんです、後半にやはり回転不足を足を持ってきてしまってというところで腰が取れてるんですね。やはり最後まで新進性を見せてほしいですね。さあ、今度ルーマニア、ポトラックです。後方の新進中外で始まりました。こういう連続技ですね、後転取りから後方新進中外の連続です。先ほど同僚のボンタシが素晴らしい床の演技、シリバス選手と同じようにポトラック選手も昨年のソウルオリンピックとはだいぶイメージが変わって、髪の毛もポニーテールになってますし、女っぽくなってますし、もうほとんどベテランに入ってきましたね。もう16歳になりまして、まあ、今回個人総合にドブレ選手が残れなかったのは非常に残念ですね。そうなんですよね、はい、前回の世界選手権の女王でした、はい。まあ、
そういうところで各国3人までということで、やはりその国でも上位3人のうちに入らなければできませんから、まあ、そういうところでちょっとトブレ選手残念でしたね。ルーマニアはシリバ氏とボンタ氏と、そしてこのポトラックです。さあフィニッシュは決まりました。素晴らしいコンビネーションですね、はい、ロンダートから後転飛びをしてさらに折りにつなげると、あやはり今はもう連続技っていうのはもう3つの要素で続けるっていうのがもうほとんど通でなってきてますので、こういう折り方はやはり今日ですね。先ほどのボギンスカヤの得点は 9.95 でした。段違い平行棒、キム・ガンスクです、北朝鮮。この人はあのこの会場で大変人気があるんですよね。そうですね、もう素晴らしい技術見せてくれますから、まあ、平均、段違い平行棒の団体の自由の時に惜しくも落下してしまいましたけども、はい、今回も失点ありませんから、この選手も上がってくるかもしれませんね。134センチ、今大会出場の女子の中で239人の中で一番小柄です。テンポ宙返りから早いそうですね、抱え込み2回宙返り往復しますね、2回ひねりですね。まあ、動きは正確ですけれども、やはり表現的なものを考えますと、やはりまだ幼さが残るところありますね。15歳です。お兄さんが一人います。北朝鮮団体7位の立役者ですね。そうですね。最後のシリーズですね。抱え込みの2回宙返りですね。アンス・マルティン・クライアーホールから大きな拍手です。難度は十分なんですけれども、この選手の、まあ、一つの注文といいますか、やはり2回宙返りでの足の開きをやめてほしいとそういうところがこれからの課題でしょうね。なるほど。さあこれで最初の種目が終わりました。世界の女王を決めるこの女子個人総合、シルバ氏が、そしてボンタ氏が、あるいはボギンスカヤが、ポトラックが最初の、ま、最種目を終えて、はい、10点満点を出したのはボンタ氏でしたが、はい、一つこう落ち着くというか気持ちの上で変わってくるものでしょうか。そうですね、1種目終わりますとだいぶ会場の雰囲気や気分にも慣れますので、はい、もう精神的には楽ですね。うん、世界の48の国と地域から男女431人が参加して行われています。女子は42の国239人が参加しました。前回のロッテルダムの時よりもさらに9カ国増えました。今回の女子種目移動、この班は今一番右にソビエトのストラゲワ、そしてシリバシ、ハンガリーのオノディ、ボンタ氏がいます。ルーマニア、そして北朝鮮のキムガンスク、これから2種目目が跳馬、そしてルーマニアのポトラック、ソビエトのラシノワのいる組が2種目目は床、カナダのローイング、そしてアメリカジョンソンのいる組が段違い平行棒、そして日本の篠田、そしてボギンスカヤがいる組がこれから平均台2種目目へと移っていきます。今紹介していますのは、この前の組で行われました21位から36位までの、まあ、規定で上位の選手が先に演技を行っていますが、終わっていますが、その結果を出ておりますが、ボンタ氏が
10点満点で、まあ、現在のところこの上位20人の1目終わったところでボンタッシュルーマニアがトップ10点満点、そして2位に同じくルーマニアポトラック、3位に同じくルーマニアのシルバシュ入っています。そして4位にソビエトのストラゲは、5位にウールジーと、そしてボギンスカヤが並んでいます。7位にアメリカのジョンソンという順位、1種目終わったところですが、加納さん、はい、ルーマニアが、まあ、1種目目終わったところですけれども、ね、1位から3位ですよ。はい、まあ、1種目目ですからまだ分かりませんね。はい、日本の篠田34位と表示されておりましたが、これは、まあ、あの1種目を終わったところで上の16人を引かなければいけませんので、この組では18番目ということになります。3分間のウォームアップを続けています。このシュライアーホールは1万5000席用意されております。この大会、世界体操選手権が始まる1週間前から、ちょうどあのテニスのテニスクラシックという大会が行われまして、レンドル・ベッカーの決勝がこの会場で体育館で行われました。そして12月にテニスのデビスカップの西ドイツアメリカのワールドグループの決勝もこの体育館シュライアーホールで行われます。シュツットガルトの経済界で大きな業績を残しましたハンス・マルチン・シュライアーさんの遺徳を偲んでこのホールに名前が付けられております。さあ、これから2種目目です。ルーマニアのシルバシュ、ソウルオリンピックでシュシュノワに逆転負けして ね、はい、涙を流したシーン、私も覚えてます。覚えてますよね、はい、もう悔しそうでしたよね、まあ、その差が 0.1 とかそういう大きい差じゃないんですね。 0.0 いくつの差で負けるっていうところがもう今の体操界に厳しいところですね。 0.025 差でした。はい、さあ1回目の跳馬いいですよ。それやはり着地がちょっと動いてるっていうのがやっぱり問題ですね。あ、高さの部分では問題ないんですけれども、やはり伸身姿勢の後半のちょっとの腰取りとかそういうところが気になりますね。最初の種目の床は 9.975、 ちょっと体があの大きくなりましたね、はい、だいぶ女っぽくなりましたね。ウールジーです、アメリカ。アリゾナフェニックス出身の高校3年生17歳。候補者にですねから溶かせ、次戻って通り、候補者にから1回すぐに進んでいる。あの後方2回転回り折りをする前にですね、ひねりましたね、はい、あれが D 技になるんですね。多いですね、はい、この部分は上場に移動した部分なんですけど、規定問題の返し技なんですよ。アメリカのアンディ・ウールジーに代わって、さあシルバシ、これから2回目、1回目は 9.925、ソウルの時とはだいぶイメージが変わってきました。シルバシュ、同じ技、本人も多分着地を狙ってったんでしょうね。かなり後ろに行った時はもうかなり残念そうですね。今回この跳馬では規定で10点満点を出しました。中国の楊波です。団体終わったところでこの楊波は5位という
柔らかいですね。柔らかいですね、はい、中国の選手はもう非常に体が柔らかいということでもう評判があるんですけれども、やはりそういうところを十分に見せてくれますね。このヨハも団体3位、銅メダルを1個持っています。お、素晴らしいですね。新人の後方宙返りから、しかもその後に1回ひねって台に、あの台をまたぐという、はい、まあ、それだけでも十分難しいんですけれども、その前に2つ要素があるというところで最高の 0.2 の加点をもらいます。はい、開脚ジャンプでしたが、はい、ちょっとバランス、これも難しいんですね、まあ、平均台っていうのは、まあ、台から目を離しますと非常に怖いわけですね。10センチしかないわけです、はい、それを今のような高いジャンプの後に頭を後ろに上げるということはもう非常にもう難しいわけなんです。非常にピシッと技を決めてくれました、ね、中国のヨウハ、ね、まあ、ジャンプ その一番素晴らしかったジャンプの後に小さいグラスがありますので、そこだけが大きな減点になるかもしれませんね。しかしかなり高得点が出そう、ね、ここ素晴らしかったですね。です上から見るとこうなります。細いですね。これ10センチ あの幅が隠れてしまいますね、はい。ラシュノワです。ラシュノワは最初の種目の平均台 9.875。 何かギリシャの肖像を連想させるような表情、ラシュノワ。ソビエトの選手というのは床運動をすると表情まで変わるんですね、はい。全身ダブル、はい、まだありました。ここからまだつなげますね。往復するようですね。あ、ここで2回宙返り持ってきましたよ、はい、しかも1本目というのが新進の2回宙返りですからね。この床でライバルのルーマニア、ボンタシが10点満点を出しています。前方宙返りからもう1回2回宙返りですね。さあリズムが速くなります。最後そうですね、抱え込むの2回宙返りですね。ソビエト、ナタリア・ラシェノワ、最後がダブルでしたが、右足が一歩、まあ、そういう小さいことよりもなんですけれども、まあ、素晴らしい演技で何度もいいんですけれども、すべてが全部2回宙返りなんですね。そうでしたね、まあ、姿勢を変えてますけれども、まあ、4回入ってるっていう点では素晴らしいとは思うんですけれども、うん、やはりあの抱え込みの2回のどっちかが屈伸になるですとか、あれがまあ、3回ひねりになるですとか、ムーンサルトになるですとか、そうしないとやはり構成的な減点はありますね。ハンガリーオノディです。15歳、134センチと小柄。さあこちらはカナダローイング、カナダは団体6位、このカナダチームのエースですが、はい、候補者への1回ひねからリンダーです、ね、すぐ飛び出しますね。こういうところの全部のコンビネーションいいですね。もう1回候補者に持ってきますね、1回ひね。さあフィニッシュは2回ひねですね。素晴らしいですね。あの後方の2回宙返りで降りる選手多いんですけれども、2回というのはかなり、まあ、難しいんですね、はい。まあ、D 難度に数えられてますけれども、抱え込みの2回宙返りは C ですので、それだけ評価が高いんですね。
オロディ1回目 9.90、 これから2回目。耳にピアス、そうですね、15歳。ドンダードから後方伸身1回ひねり、いいですね。まあちょっと口元にほくろがあったりとかで顔大人っぽいかもしれませんしかしこのスピードに乗って助走、ね、しっかりこうして空中での体の締めは素晴らしいですね。やはり気がわずかに後ろに下がってるっていうところだけですね。さあ篠田が登場してきました。今日の篠田最初の段違い平行棒 9.737、 完勝で成功しましたね。ここからが見せ場ですよ後方進出以外の連続ですね。まずまずでしょうか。そうですね、この部分今年新しく変えてますので、まあ、団体の順位も成功して今回も成功させてなかなか確率高くなってますね。もう一つここから調べます。前方宙返りを持ってます。決まってますね。場内から拍手、はい、後転跳びの連続ですね。今回個人総合戦一人ずつ演技してますからね、観衆の目は今篠田選手一人に注がれてるんですね。1万人の視線が集まります、はい。まあ、その中で非常に堂々とやってますね。日本のエース、東京二階堂高校の2年バフィニッシュですよ。出身の二階っていう台、あー着地綺麗、うまくまとめましたね。思わず白い歯がこぼれました、はい、今回非常に好調ですね、塚原光雄コーチに伺いますと、もう満点だという話でした。ね、やっぱり精神的な余裕というのは表情にも現れますね。陳水星です。先ほどラシエノワの床は 9.987。この選手の床運動も一つゆっくり見ていただきたいですね。前方宙返りから天のムーンサルト、それからですね、はい、ほとんど助走してませんからね。さすがにこの選手はタンブリング選手からの体操選手ということで足腰は非常に強いんですよ。前回のロッテルダムの大会で床では種目別6位です。ここからもほとんど助走しませんね。テンポ宙返りからこれが素晴らしいんです。足を閉じてるんですね、はい、2回宙返り。小さいミスですね。ターンの後にちょっと飛んでしまいましたね。サイドですね。素晴らしいですね。抱え込みの2回宙返り、最後もきちんと足を閉じて見せてくれました。ルンバのリズムに乗って非常にこうフィジーで快適な中国新水平でした。やはりもう数多く2回違えて回ってる選手いるんですけど、なかなか足を閉じてっていうところまで行きませんので、やはりこういう選手は見習ってほしいですね。このテンポ中返りから足まで伸びてますね。ボンタシです。現在1種目終わったところで10点満点で床トップです。さあ跳馬の1回目、今何回ひねりました。1回ですよ。1回ですか、はい、しかもひねった後に体を伸ばして着地してるんですね。まあ、この選手の悪いところといえば、まあ、足を開いてしまうんですね。そこがちょっと良くないですね。
先ほど日本の篠田平均台は 9.712、 アメリカジョンソン、すぐそばですね、続いてすぐ入れ戻って周回、向きを変えて、候補者への1回目チャリーをしてから高い声の2回中台ですね。はい、はい、完成もしてますね。さてボンタッシュ1回目は 9.86 に、これから2本目ひねりをやってしまいますね。あ、これは2回ひねりだ、はい、この選手の特徴なんですね。この選手はロンダートからの2回ひねりということで、はい、まあ、1本目っていうのはまあ安全策なんでしょうか。必ず1本目は1回ひねってきますね。その2本目に2回ひねってくるという、まあ、種目別ですとこういう飛び方が今回できなくなったんですね。あの同じグループからの選択ができませんので、種目別の時はこういう飛び方はできません。フランスのカリン・メルベ、フランスからただ一人36人の中個人総合に残ってきました。こういえばあのメルベさんに失礼に当たりますが、ソビエトの選手、ルーマニアの選手とはちょっと今の開脚ジャンプを見ただけでも違うなと思いますね。そうですね、女子の体操ではもう開脚姿勢は180度ということをきちんと言われてますので、はい、まあ、強い国というのはそういう小さいことかもしれないんですけど、そういうところまできちんとやってくるんですね。まあ、強い ところの真似っていうわけではないんでしょうけども、このレオタードもルーマニアが後ろの秋のレオタードを着てから増えましたね、はいはい、やはりこういうコスチュームにも流行があるようですね、うん、フランスの国旗の赤と白とブルー、はい、最後抱え込むように回転アップ、惜しいですね。ここまではほとんど道出しがなかっただけに、まあ、着地の難しさですね。あの抱え込みの2回宙返りでもやっぱりこうやってると難しいんだなというのは分かりますね。はい、それだけにやはり何回も数をかけまして、着地がどういうふうになるかということで、やはりじゃあ一発でどれだけいつも力が出てしまうということもあるわけですね、はい、アメリカのウェンディ・ブルースの床です。155センチ16歳、アメリカのジョンソンと並ぶ2枚看板。9月末この世界選手権のアメリカ最終予選で優勝しています。抱え込みのムーンサルトですね。ちょっと足の前後のばらつきありますけれども、もう今は女子の選手がほとんどムーンサルトしてきてますからね。しかしこのアメリカの選手というのは非常にこう陽気で動きがいいですね。はい、もうネッカーのもう陽気さっていうのはもう男子の応援見てても分かりますね。まあ演技も同じようにパワフルで明るいですから、はい、あの、はい、ですね、ロサンゼルスオリンピックのあの当時のミャリル・レットンを思い出しますね、はい、ますね。もう典型的なもうレットン選手はアメリカの、もう選手っていう感じですね。あの人もやや太めというとあれですが、なんとなくこのブルースも似てます。そうですね、アメリカの選手は割とこういうタイプの選手が多いですね。最後抱え込みの2回中台ですね。アメリカウェンディ・ブルース、あの着地の時にステインっていう声がかかるんですね。そうですね、
あの止まれという意味だそうですよね。そうなんです。アメリカチームはあのコーチがいわゆる一人一人の選手に一人のコーチがついています。北朝鮮、朝鮮民主人民共和国のキム・ガンスク。さすがで素晴らしいですね。ただちょっと高さ不足とひねりでのスタッフのばらつきが気になりますね。この西ドイツハンスマルチンクライヤーホールで大人気のキム・ガンスク、なんか人気が出るの分かるような気がしますね。本当ですね。大人い顔をして可愛らしいですね。さあ同じく北朝鮮の今度はチェ・ジョンヒです。前方のシャルダートルから半分ひねります。もう一回下にで半分ひねってイエガー、ね、素晴らしいですよ。この連続技は飛び越してすぐシャルダートルですね。ほとんど C 以上の技の連続ですよ。トカチェフ飛び越し下に一回ひねりから連続技、うん、素晴らしいですね。ほとんど C 以上の技だけで構成してるんですね。あ、はい、ちょっと難度的なことを言うとちょっと難しいかもしれませんけれども、はい、やはり普通の選手は B の技を相手に入れたりするんですけれども、この選手はほとんど B の技が、まあ、見当たらないと、全部格上げしていつも C 以上になってしまうと。あ、そうですか、はい、D はなかった、はい、D はあります。さあ今度はキム・ガンスの2回目で、1回目は 9.812 でしたが、この着地で止めるところが素晴らしいですね。ドギンスカヤ最初の種目の段違い平行棒 9.950 決まった、はい、前方宙返りですね。団体の時にはこの平均台で落下しました。そうですね、残念でしたね。ここのところですね、今回挑戦してますね。ちょっとぐらつきましたよね、はい、今日はレオタードを変えてきました。シリバシと世界の女王を争うであろうこのボインスカヤ、ソウルオリンピックは個人総合3位、今年5月のヨーロッパ選手権は優勝、シリバスを抑えています。大きなタイトルは取っていないとはいえ、そうなんです、かなりもう女王らしいというそういう風格がある選手なんですよね。まだ16歳です。高転跳びの3回の連続ですね。場内は何かシーンとして固唾を飲んで見守っています。決まった、ソビエトスベトラナボギンスカヤ、着地まで手堅いですね。ここが問題のところですね。宙返りの後方伸身宙返りの連続ですね。ここであの団体の時に落ちたんですよね、はい、今回もちょっとだけバランス崩してますけれども 0.1 に満たない限定ですね。今度はストラゲバ、画面変わってポトラックです。抱え込みのムーンサルトですね。ちょっと前に出てしまいましたね。さあこの選手も流行の多分皆さんご存知ですね。こういう観客を引き付けるような振り付け、あるいは選曲っていうのがルーマにはとても素晴らしいですね。このポトラック自身も大変ディスコが好きなんだそうです。あ、そうですか。ソウルオリンピックで個人総合4位。2回目から前方でちょっとこれも着地の小さいミスがありますね。
い、確かにルーマニアは動きのトレーニングにブレイクダンスを取り入れているというだけに動きが滑らかですね。さあ最後は最後の2回宙返り、ルーマニアのガブリエラ・コトラック16歳。トラゲワです。この人も優勝候補の一人に挙げられています。1回目、これも1回ひねりのようですね。そうですね。なかなか決まってますよ。選手今回右にかなり強くテーピングを巻いているようで、それをやっぱりちょっとまだかばっているようですね、はい、中国の韓敵。この選手の離れ技の高さはもう定評がありますから、ここからですね。前方射入してこの家がこの高さですね。はい、もうやはりこの選手にかなり高さの一つなかなかいませんね。今度はトカチェフですね。これも高いですね。すぐに1回転になります。はい、檻の2回宙返りも非常に高いんですね、イエーガーとトカチェフ2つ入りましたね、はいはい、ただ本人も、まあ、あれだけ高いのに着地が止められなかったせいなのか、ちょっと首かけてるというところが、まあ、素晴らしいですね。この高さですね。画面から成長しますね。前方宙返り懸垂、もう1回ですね。男子のこういうタレですが、そうですね、鉄棒のイエガー宙返りもよりももう上がってるかもしれませんね、知れませんね、はい。女子の段違い平行棒の上バーの高さは2メーター30センチあります。高さ。さあ、つなげは2本目。同じ飛び方ですね。同じ飛び方でしたね。はい、ロンダートからのシンシンの1回目ですね。1回目は 9.962 という得点。さて、同僚のソビエト、ボギンスカヤ、ゆかは 9.95 という得点でした。トロコワです。この映像は南ドイツ国営放送 SDR が国際映像を作っておりまして、世界の41カ国にラジオあるいはテレビで放送されております。今の惜しかったですね。前方宙返りの半分、半ひねりということで、まあ、今はただの宙返りでなく、ひねりのもう時代に入りつつありますので、ああいう技は貴重ですね。チェコはあのキャスラクスカを生んだ国なんですが、このところちょっと低迷に、はい、ね、今回も団体12位ですが、そうですね、まあ、日本もチェコに勝ったわけなんですけれども、まあ、この選手が一応エースで頑張ってますけれども、やはり6人揃うというのはなかなかどの国でも難しいようですね。チェコからただ一人個人総合に進んできました。世界選手権の女子の初めての大会、1934年ブダペストで行われた大会で初代のチャンピオンがこのチェコスロバキアでした。着地も惜しかったですね。今のはなかなかあの難しい組み合わせなんですね。次はロンダートという両足からの2回宙返りで降りるんですけど、この選手は片足から2回宙返りに回ってますね。いやーという大きな掛け声がかかりまして、東独の選手はもう今回だいぶ人気ありますね。ありますね、はい、ベーベル・ビールゴスです。
従来ですと東徳の選手というのは、まあ、団体3位ということでほとんどの個人総合残る選手が最終班に残れるぐらいの力はあるんですけど、うん、今回この選手1人ですね。団体もあの5位に終わりました、はい、十数年ぶりであの世界選手権でメダルが取れませんでした団体、はい、もう総督はこの選手には期待はしているんでしょうね。そうでしょうね、はい、東ドイツからはこのビールゴスが上位のこの1位から20位のグループただ1人に残ってきます。前方宙返りの1回半からの 前転です。まあ、それだけ伝統あるチェコやこういう東ドイツの選手が勝てなくなってきたというのはやはりそれだけ周りの国のレベルがそれだけ上がってきているんですね。東ドイツのベーベル・ビールゴス、なかなかあのひねりを多用しましたね。そうですね、まあ、ひねりというのはひねり切りが大事ですのでちょっと1本目の3回ひねりのひねり不足というのはちょっと限定になるかもしれませんね。東ドイツから大勢の応援団が入ってきました。さあこれで2種目が終わりました。世界の体操の挑戦女王を争います。女子の個人総合2種目を終わったところでストラゲワが現在のところ2種目終わってこのストラゲワトップ、そして2位に同じくソビエトのボギンスカヤとそしてルーマニアのシルバシュが同点で並んで2位、そして4位がこれまた2人いまして中国のハンテキとルーマニアのボンタシュが並んで第4位、そして6位にアメリカのジョンソンと入っております。2種目を終わったところで上位の争いはストラゲワ、シーバシ、ボギンスカヤ、最初に加納さんに予想していただいた名前の人が上位出てきましたよ。そうですね、まあ、でもまだ2種目あと2種目ありますから、はい、まだまだ分かりませんよ。この表示は、先に行われた21位から36位、先に終わったその選手たちの得点を表示しています。ですからおそらくこの表示でいきますと21番目のところがこのグループの、あ、そうでもないですね、ストラゲワが出てますね 19.924、 そしてシリバシとそして並んで出てきますボギンスカヤが並んで現在第2位で 19.900、 そして3位、3位ではなくて4位になりますね。4位が2人、ハンテキ中国とそしてモンタシルーマニア、そして6位にジョンソン、そのジョンソンとそしてソビエトのもう一人のラシェノワが並んでいました。選手にとってはこの相手のまあライバルのその差というのは分かるもんですか。そうですね、最近では電光掲示板ですとかそういうのも発達してきてますので、はい、すぐ、まあ、見れば分かるということもありますけれども、まあ、これだけ点数の差っていうのが 0.1 じゃなくて 0.0 いくつの差で争われるようになって高度な技術になって 0.1 引くにはちょっと引きすぎるんじゃないかという減点を 0.05 という減点をしようということで、うそういう採点方法が今年から取り入れられました。これが現在2位のボギンスカヤ、シリバシと並んで、このシリバシと並んで同点です。さあそのシリバシはこれから3種目目が段違い平行棒、そしてボギンスカヤ3種目目ゆか、シルバスは19歳、一方のボギンスカヤは16歳、その間に割って入ろうというこの16歳のソビエトナタリア・ラシェノワ、ラシェノワは3種目目跳馬です。そして日本の篠田さん、ボギンスカヤと同じ組でこれから3種目目はゆかです。中国の陳水艇、跳馬の1本目です。今日は平均台 9.90、 ゆか 9.937、 3種目目です。2種目終わって 19.837 は第8位です。ドンダードから
回ひねり、はい、これも、まあ、後方進出の1回ひねりですけれども、やはりこの選手は、まあ、少し強いということで跳馬は得意種目になりますので、はい、さすがにひねり切った後に体を伸ばして着地をするというところ素晴らしいですね。高さはどうですか。高さは十分ですよ。ひねった後に体がもう一度伸びるというところがこの選手のいいところですね。この4の9の1というのは、はい、自分がこれから飛ぶ技を頻繁に連絡してるわけですね、はい、まあ、それをしなければ 0.3 という減点があるんですよ。これはシリバシはまだ演技には入っていませんね。練習ですね。これはオノディ。ちょっと段違い平行棒の方が遅れてるようですね。そうですね、はい、この映像は SDR 南ドイツ国営放送が国際映像を作りまして、それに世界の40の1のテレビラジオの放送局、それぞれが、解説者とアナウンサーで実況放送しております。私どもの前が中国、スペイン、そしてオーストラリアがいます。お隣が東ドイツとブルガリアとフランスとベルギー、後ろがアメリカの ABC、 イギリス BBC、 そしてソビエト、ハンガリーの放送局。この選手は平行棒最も得意ですね。ここからもう1回ひねりですね。ここまでです。1回の 3回あるんですよ。ギンガーです。ギンガーですね。イエーガー中大。1回ひねって前方車輪からもう1回ハムひねって車輪1回ひねりから2回って素晴らしいですね。15歳のオノディ、はい、床は 9.837、 そして跳馬 9.900。 リンガーなところですね。まあちょっと難を言えばこの選手は離れ技の高さがちょっと不足しているというところが、あ、まあ欠点といえば欠点ですね。やはりバー以上で回って持つということをちょっともう少し練習してほしいですね。芯について1回目 9.95 で、これから2回目同じ飛び方のようです。はい、今度はちょっと一緒に大きく出てしまいますね。自信ですね。カナダです。ローイングです。面白いですね。は、はい、倒立が強いんでしょう。片手の倒立だ、はい、ここから片手のまま打ちに戻るんですね。これも審議の申請があったそうです。バリスタローイング審議というのは、あの E 以上の技でその大会に初めて、あの難度表にない技ですね、それをやる場合には審判会議の前にあらかじめこういう技をやるということを連絡しなければいけない。そしてその価値を審判会議の場で会議され、それが難度がいくつであるか、まあ、B 以上であろうという技ですね。で、はい、C 以上には、まあ、加点が大体つきますね。オリジナリティつきますから。というとローイングという名前がつくかもしれませんね。はい、そうですね。この選手もそうですけれども、カナダの選手、アメリカの選手はこういったパワフルな体型の選手が多いですね。本当ですね。はい、抱え込みのダブル。着地はもう一つ。さあ、篠田2種目目。流れる3種目目、流れるメロディーは東京タウンです。篠田。シ
心身屈伸ですね。もうこの振り付けはもうぜひ見てほしいと言ってるので、今回思い切って動いてくれるでしょうね。あの画面こっち向きに顔を向いてほしいんですよね、本当は。そうですね。前方中台から2回ひねり、倒立の720度の移行ですね。ジャンプの連続、去年のオリンピックから曲を変えました、振りも変えました。最後は屈伸を持ってくるはずですが、はい、決まりましたね。いい出来ですよ。いい出来ですね、はい、この東京タウンという曲はあの今ヨーロッパこちらでも流行ってると聞きましたので。あ、そうですか、それではなおさら良かったですね。アメリカ、ヘンリー・ブルース、ウェンディ・ブルース、これも4の91ですか、はい、1回ひねりです、ね。まあ、こうやって見てますと本当にそれぞれの選手もうほとんど変わりませんね。あとはもう高さをいかに出すか、着地を止めるかっていうところの差ですね。さあ、ボンタ氏のこれから段違い平行棒で1回ひねりからトカテスト。今日は最初のゆかで10点満点、2種目目跳馬 9.875、 合計得点で現在2種目終わって第4位タイ。インガー中台から上がり、向きを変えてフィニッシュですね。答え込みの2回中、そうですね。まあ、内容的にはまずまずですけれども、やはり体が小柄なだけに平行棒では一番大事なのは大きさですから、うん、いかにどういう大きな振りを作るかというのがこれからの課題かもしれませんね。しかしこのボンタ氏の今の技でメダルの可能性は、うん、十分に残されてますね。そうですね。ブルース1回目 9.90 でこれから2回目です。今度も同じ飛び方のようです。そうですね、やはり着地を狙ってくるんですね。1本目が後ろであれば今度は前に狙ってきますね。微妙なもんなんですね。そうですね、やはり着地の一歩で 0.01 あるいは 0.1 変わってくるとすれば、やはりもうあとは着地を止められるかっていう勝負ですね。篠田の床の得点は 9.837 でした。アメリカ、ブラディ・ジョンソン、これも難しいわですね。座の後方ブリッジからの360度のひねりです。ソウルオリンピックでは個人総合10位、こういうジャンプの高さが素晴らしいですよ。ネブラスカ大学の附属高校2年、おととし中日カップにも来ました日本。後転飛びから連続から後方出身中台ですね。やはり中台でも高いですね。この選手はもう跳馬といい、この平均台といい、もうバネの塊という、やはりもうレッドンを思い出しますね。今年の全米選手権では2位に2点の大差をつけた、まあ、ぶっちぎりの優勝だったそうですが、はいですね、前方宙返りですね、腰の位置が変わらないというところで、やはり宙返りが高くなければできないですね。ちょっと小さなミスですね。ですね、着地ですね、やはりヘイという声がかかりませんでした、はい、かかりましたが
161番はフランスのカリン・ネルベ。団体の時にはこのゆかは 9.562 でした。真のムンサルトですね。3つのシリーズのうち、まず大体1本目で一番高難度を持ってくると考えていいんでしょうか。はい、大体そうですね。一番体力のあるし難しいものがある。しかし最近では最後にもムーンサルトを持ってくる選手などもいますから、やはり1本目だけではなく最後まで続けられる体力あるいは技術も必要ですよ。やはり1分10秒から1分30秒の間に終わるわけですが、1分少々の間にもうヘトヘトになるわけですかね。なりますね。だいたい床運動でのこの運動量って400メートルのトラックをもう思いっきり全力でダッシュした時と同じぐらいだって言われてるんですね。そうですか。ですから100メートルはダッシュできても、あるいは後半のもう100メートルがどれだけ全力で走れるかということで、まあよくトレーニングも使われますね。最後は抱え込みの2回宙返りです。フランスのカリン・ネルベ。途中床運動のこの床の白い白線を踏み越しましたので、まあ 0.1 の減点がされますね。ラインオーバーで線を超えるか超えないかを、はいはい、ここ見てまして、はい、手前で赤い旗が上がったはずです。そうなんです。踏み越してはいけないというルールがあるんですね。ルーマニアポトラックの跳馬1回目、これも流行りの1回ひねり。はい、まあ、ちょっとやはり体の伸身姿勢の不足がちょっと目立ちますね。上位が予想されたポトラックですが、最初の平均台で 9.987 高得点だったんですが、床で 9.75 と2種目終わったところで14位タイとやや低迷しています。キム・ガンスク、この選手はもう沸かせてくれません。自由の時ここからですね。これです。なんというような、男子の方ではタオというなんか選手の名前がついているそうですけど、女子でやるのは私初めて見ましたね。それもトカテフ飛び越しからそのまま連続でしたもんね。あ、今度は家がこれなんです。また失敗してます。ちょっとうん、惜しいですね。この選手の難度は一番じゃないでしょうかね。大変にこの会場で人気のあります北朝鮮、朝鮮民主主義人民共和国のキム・ガンスク。そうですね、トカチェフ飛び越しから前を振って戻りながら今度前にまた回るんですね。それを逆手で持つという前方宙返りでね。はい、女子では私は初めて見てますね。男子では今回の大会でもかなり2つか3つ見ました。はい、ポトラック1回目は 9.912、 これから2回目です。メダルのチャンスもあろうかと予想されていたポトラック、現在苦戦。同じ飛び方ですね。着地を狙ってきてますね。やはりサボーが抜けた後、このポトラック北朝鮮のチェ・ギョンヒの平均台です。飛んだ後から後転飛びで上がりました。150センチ、34キロの15歳。北朝鮮は今回6人のメンバー全員が15歳なんですよ。そうですね、ですから今回は若い選手が育って初めて国際に出れたということなんですよね。今演技をしているのはチョ・ギョンヒ。しかし先ほどの段違い平行棒でキム・ガンスクが、得点が 9.612 に観衆は納得できませんで、ブー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 という低いというブーイング。
5点跳び連続からこれも高いですね。やはり両足で平均台を思い切って蹴れるというのは非常に宙返りの高さに影響しますね。フィニッシュ始まりましたね。後方の抱え込みに回宙返りです。北朝鮮の選手は一つ一つの技術が正確ですね。さあボギンスカヤ2種目終わったところで2位タイ。段違い平行棒 9.95、 平均台も 9.95。 どうぞ格調の高いモダンバレーを思わせるような動き。今回もボギンスカヤ選手かなり床においてはもうイメージチェンジをしてますね。ソウルオリンピックで銀メダル、今年5月のブリュッセルでは銀メダル。あのオリンピックと随分あの曲もそうですが振りも変えてきましたね。さあ1回半ひねりから2回ひねりですね。さあ最後は抱え込みの2回宙返りですね。ボギンスカヤ独特の世界を作り出してくれました。団体の時には10点満点を出していますが、さあどうでしょうか。まあ、それだけの雰囲気を出せるっていうのもやっぱりボギンスカヤ選手だからではですね、はい、2種目終わったところでシリバシと並びましてソビエトのストラゲワに 0.024 差、現在同点2位です。肩で生きてますもんね。そうですね、やはり出ました実戦、実戦団体10に続いてこの女子個人総合でも10点満点、合わせて今大会11個目の実戦。ビールゴスです。これもおなじみのもロンダートからの伸身の1回転の飛び方ですね、はい。やはり他の選手と比べて少し着地の姿勢で前かがみになってますので、やはり宙返りの高さの不足が言えますね。さあストラゲは先ほどまで1目終わったところでトップでした。しかし同じソビエトのボギンスカヤ、床で10点満点を出しまして 9.976 で、まあ、3種目終わったところでボギンスカヤと並びます。非常に素晴らしいコンビネーションですよ。はい、トカチェフ飛び越し、左からミニサルドですね。まあ着地が前に出てますけど、この選手の何度もさっきの北朝鮮のキム選手に続いてもう素晴らしいですね。はい、しかし最後にあのムーンサルトで果敢に攻めてきましたね。そうですね、やはりもうほとんど鉄棒と同じ考え方ですね。はい、背面取り越しのトカチェフが入りました。さあこれで 9.976 で先ほど10点満点を出しましたボギンスカヤと並ぶわけですが、並ぶんですか。ちょっときついですね。そうですか。というと3種目目で逆転するかもしれません。ビールゴスの2本目です。なんか1本目と同じですね。やはり後半の高さが足りませんね。1本目は 9.887 でした。いよいよ女子の世界の挑戦、個人総合の争いも3種目目に入っております。
半的前方宙返りですね。これもちょっと珍しいですね。横向きの前方宙返りで平均台の上に座って、あ、落下しました。ちょっと惜しいですね。一般的に平均台というのは、まあ、立ってると1センチの上ですから立ってる方が難しいような気される方多いと思うんですけれども、はい、やはりその上で転がるということはもっと難しいんですね。この判定は2種目終わったところで4位タイだったんですが、今の落下でこれメダルの可能性消えましたね。そうですね、ちょっと厳しいですね。この辺りの連続技は見事です。団体3位の銅メダルは1個持っていますが、このハンテキ、その場での候補進出取材、なかなか細身の選手ですけれども強いですね。152センチで41キロです。2回ひねり、そうですね、はい、後転跳びの連続から2回ひねりですね。悔やまれるのは、ね、あの落下のところ、はい、ここメダル争いから一歩後退。先ほどストラゲは段違い平行棒 9.925 ですので、ボギンスカヤ逆転、3種目終わってトップに立ちます。3回ひねりから前進、これ素晴らしいですね。3回ひねりはもうひねり切るだけでも難しいのに、そこから前宙につなげるんですね。チェコスロバキアイベタ・ポロコワです。3回ひねりですね。さあ往復で前方の伸身の半分ひねりを見せました。この選手のゆかの表情はものすごく明るくていいんですよ。本当ですね。最後のカンボリムです。抱え込みの2回中台ですね。チェコスロバキアのイベタ・コロコワ、3種目終わりました。最初の部分だと思いますね。1、2、3、それから前方宙返り、素晴らしいですね。3回ひねりもピタッと回りきれてましたね。そうですね、はい、3回ひねりはそれだけでも D の2加点のある技なんですね。さあソビエトラシェノワです。あ、これはいいですね。私の高さは私のためにちょっとしゃがんでますけれども、はい、ひねり切った後に体を伸ばしてますから、それだけの空中での余裕がありますね。ラシェノワ今日は平均台 9.875、 そして2種目目ゆか 9.987、 2種目終わって6位タイ。この跳馬で自由でね、団体の時に10点満点、はい、さあ出てきましたシルバシュ。ボギンスカヤが先ほどゆかで10点満点を出しています。倒立から半分に打ってもう一回前方の下打ちですね。ベルテス中大、この段違い平行棒でシルバもう1回10点満点を出しますと、はい、ボギンスカヤに並びます。まあ、得意種目ですからね。着地帯決まれば、まあ、私は出ると見ますね。さあどうでしょう。最後は前振りの前宙で半分ひねっての降り方、はい、そうです。
もう一回見てみましょう。降りのところですね。はい、ムードは出そうですか。そうですね、はい、まあ降りのところの足のここのところの開きですね。前振りした時に、はい、どれだけ引かれるかというところです。ラシュノは1回目10点を出して、これが2本目。こちらの方が本当は10点です。Vamos, dos.